の一前経1904年に作成されたプエルトプリンセサ港の海イズプエルトプリンセサはフィリピン南西部パラワン島の中部にある港湾都市パラワン州の州都で一級市になっている2007年の国勢調査では人口は21万508人で3万3306世帯がある 市の面積は2400平方キロメートル、バラン街の数は66。市街地は、島の東海岸、スールー海側に深く食い込んだ、ホンダ湾の中にあり、天然の良好で害の命となっている。島の北部にある、リゾート地、エルニドや、カラミアン諸島への中継点であるほか、ホンダ湾周辺にもリゾートが点在している。またはに養殖、地底河川、 町周囲のダイビングスポットが名高い。スペイン植民地支配の時代、当初島全体を統括していたカラミアン州が3、分割され、プエルト・プリンセサは、島南部を管轄するアステリアス州の州都となった。しかし、パラワン島の中心は、最初に、スペインが支配しカラミアン州の州都でもあった、島北部の大隊だった。20世紀に入りアメリカが州国の支配が始まると、 パラアン島はパラワン州に再編され、プエルトプリンセサが州都となった。ありがとうございます。